パワーアップがバンドの生産地オーストラリアのチャートアリアで3週連続1位に輝いた。彼らは7枚目のスタジオアルバムバックインブラック1980年をはじめに、ボールブレーカー1995年、ブラックアイズ2008年、ロックオアバスト2014年、今回のパワーアップと5枚のスタジオアルバムおよびライブアルバム ACDC ライブ1992年の計6作が年号1位を獲得しており、 ACDC ライブは2週間首位をキープしたが、